アメリカ大統領専用車内閣、総理大臣専用車イスラエルの防弾スクールバスアメリカの貴重品輸送車日本の警察車両、小型警備車ポーランドの警察用 BTR-60 防弾車は、銃弾の貫通を防ぐことができるよう設計された自動車である。用心輸送に使用される防弾車の走行は、車体の内部に施されることが多い。 これは、要人が乗るのにふさわしい外観や内装を維持するという目的のほか、防弾車であることを知られると要人が乗っていると推測されて攻撃対象になる可能性があることや、その車両の有する防弾能力を超えた強力な火器による攻撃を受ける可能性があるためである。このため、外観はベース車両とほとんど同じものが多い上、 防弾窓を開けることは控えられる。これは非常に重いため、開閉は油圧で操作する。現金輸送車などは居住性より防護能力に重点を置いている。一般の車両に比べて車重が重いために加速が遅く、制動距離が伸びる。防弾にはレベルがあり、民生防弾車の防弾レベルは通常欧州、標準会員会規格で表される。 カッコ内は相当するない規格である。民生用規格では、アンビー7が最高レベルである。50BMG や1 4 5ト、mm、ルなどの弾薬を用いる大物ライフルや、重機関銃などの攻撃に耐えうる防弾性能を持つ、車両は、戦車など装甲車両に分類され、防弾と呼ばれるレベルを超えた存在である。爆弾への対策である、防爆性能は、防弾と、 部分的に重複するが、別の概念である。レベルの低い防弾車では、防爆性能がほとんどないものもあるほか、近隣左官に用いられる、アイドなど、車体底部を破壊する攻撃には、多くの走行車両も無力である。大きく分けて、防弾車として、設計、製造されたもの通常車種の防弾使用市販車を、改造車メーカーが改造したものがある。三の例として、 日本では鈴木アルトを改造した軽自動車の防弾車も過去にあった。国際連合ではメーカーから市販車を購入し、国連人道支援物資備蓄庫のデポで改造している。窓ガラスには防弾ガラスを使用する。フロントガラスは日本では法律上合わせガラスを使用しなければならない。防弾ガラスは一般のガラスに比べて非常に重いため、 ドアの防弾ガラス用に強力パワーウィンドウレギュレーターを装備している。ドアの防弾ガラスを昇降させるために電動小型油圧ユニットをドアの中に内蔵する場合もある。ボディ部分には特殊光やアラミド系繊維などを樹脂成形したものが使用される。米、インカス社、ベルギー、キャラットドゥシャトレー社、ドク、 クラス戦車などの非公式ライセンス防弾車、製造会社も多数存在し、ボディ形状は各メーカーによって異なる。ありがとうございます。